アイザイアカナンはアメリカ合衆国ミシシッピ州ビロクチ出身のプロバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。マレー州立大学で4年間プレーした後に2013年の NBA ドラフトで34位でヒューストンロケッツから指名されて NBA 入り。しかしロケッツでは D リーグで過ごす時間が多く出場機会に恵まれなかった。2015年2月19日。 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズに移籍。これがカナンにとってはいい機会となり、出場時間は約25分までに増え、セブンティー・シクサーズ加入後は平均12.6得点3.6アシストを記録した。2016年7月12日、シカゴブルズと契約した。2017年9月24日、オクラホマシティサンダーとト,トレーニングキャンプに関する。 契約を結んだものの、シーズン開幕直前に解雇。10月25日にヒューストンロケッツと契約したが、4日後に解雇された。2017年12月13日、エリック・ブレッドソーのトレードによって、ガードが欠落した穴を埋めるため、フェニックス・サンズと契約した。2018年2月8日、サンズからウェーブされた。スリーポイントを好むガード。 もともと成功率は高くなかったが、セブンティーシクサーズ時代の後半から徐々に成功率を上げ、2017年12月22日現在 42.、42.3%と高い水準を記録している。ありがとうございます。